人工芝居だ。今日は、七夕の日ということでして、普通の僕も趣味と実益を兼ねました。実益は頑張るんじゃないかな。あ、素敵、はい、プラネタリウムというのをちょっと本編の前にします。お楽しみいただきたいと思います。山の上からね、こんなんもありと。膝枕下の感じ。ね、そしたらちょっと。うわぁ、それ、お前は決まりちょっと慣れない感じですけどもね。こんな感じで、ちょっと場所をね。選び放題です。膝枕下の感じ。ちょうどね、その芝生に座っていただけるといい感じに。見えるところなのかな。で、今これ南の空を、なんかすごい名前がいっぱい出てるので、ちょっと消していこうかな。素敵。でね、これ今方角が南の空を見られている。みんな他のもの欲しちゃうね、これ撮ってるけど。え、いいやん、もう撮らねえ、素敵やん。何言うてんの。え、なんでこんな感じで、構成を消していったらね。はい、南の空を見上げておりますが、ちょうどこの、一番端の壁がね、効果が透けていたらっていうことでございます。ちょうどこの辺りかな。ちょっと縮める。ちょっとね、実際よりこう広く見えておりますけども、これが、ね、これ効果がなかったらこのような空が見えていますよっていう、ちょっと一つじゃで、ね、これちょうど今あそこにコスモス1867とアルファケンタウリ2っていうのが、あれが人工衛星です。で、なんかこう夜空を見上げてると、たまにね、流れ星かなみたいなんやけど、ゆっくりこう進んでいってるものをずっと見てたらね、結構 見つかります。また後でその辺言うと思いますけども、こういう感じで地球の周りかなりのたくさんの数の、衛星が飛び回っております。そんな感じでいろいろ消していって、一回ちょっと星空だけにしてみますね。ちょっとね、このすごくね、高性能すぎてね、この天体アプリが、また後で興味ある方もご紹介いたします。スピーカーとかはあった方がいい？あった方がいい。これぐらいですね。これどんどん感度を上げていくと、何等星やねんっていうそこまで出ちゃうんで、まあ 1,2,3 ぐらいかな、これぐらいかな。時折ご存知の星の名前も見えたりした方が面白いね。はい。で、こう左上の方に、あ、見えた。これ京都星ですね。金星もなんかこの辺におったような気がするんだけど。これ星座。これがちょっと濃い。はい、そういうわけで、こちらのまずは本日の七夕のね、星空を眺めていただきながら、僕たちがこう BGM というか合わせつつ、まずはやってみたいと思うんですけれども。
このままやとね、ちょっとゆっくりなので今から実際の60倍のスピードでちょっと星空を動かしながら、はい、こんな感じで、本日のドリズブルーツを始めたいと思います。すごいゆっくりお楽しみに。
ですね、星空ですね、見ていってもらいましたけれども、これが今日 の、 あの日付変わってるね、2時過ぎぐらい、ちょうどね、この三宮ではちょっとさすがに無理なんですけども、ちょうどあの天の川ずっとあのラスアルファゲっていう名前が気になってそんなことないかな、はい、というあたりで、そのさっき言った人工衛星ですね、ものすごい地球の周りたくさん飛んでいるんですけれども、もう一回表示にしてみようか、するというよりも、宇宙軌道上からね、その宇宙の外側を観測する。だから空気もないし、その光、その遮るものが少ないので、とてもあの新たな宇宙の謎がこの望遠鏡によってこう解き明かされ続けていっております。というわけでこちらの
これまた探してもらったらあるんですけども、アプリでハッブルトップ100イメージっていうね、ハッブル望遠鏡写真集みたいなすごい綺麗なアプリがありますので、また興味ある方を探していただいたらいいと思います。ちょっとこのスライドショー具合がちょっとあんまかっこよくない時もあるんですけども、こういう感じでいろんな写真がねいっぱいご覧になることができます。後半はこちらの写真というものですね。たまにあそこに出てくる文字は実際のこのアプリの BGM の情報です。そういったプロジェクトとか言うのでだからあんま気にしなくて。
はい、そんな感じでちょっと短い間ではありましたけれども、せっかくまたのばたということでね、ミニプラネタリウムという感じで、お送りしてみましたが、お楽しみいただけたでしょうか。ありがとうございます。よかったら、短冊とかもカウンターの方に置いてあったりしますので、ちょっとね、願い事とかを書いていただいて。今日はこの後ね、もう一回僕たち出てくるという流れになっております。もう疲れ切った友を酷使するよろずおけしてね、いつものことですけどもね。はい、でございます。というわけで、ありがとうございました。ついでにと言ってはなんですけど、ちょっと報告があって、あ、この僕たちのね、制作しております、今この誰かいろんなミュージシャンとコラボをして一つのアルバム作品を作ってみようというやつでね、ちょっと追加日程など決まりまして、いつもの火曜日に加えまして、8月の24日月曜日に、ヒデヤくん前に1回やったらね、めっちゃ前に、多分初めてぐらいの時かな、セッション、島さん兄弟のアコちゃんとやったっけ、ヒデヤくんと俺らでね、4人で即興コラボっていうのやったんですけども、ヒデヤくんがまたまた来てくれることが決定しまして、ね、でそこにちょっと僕ら3人やったら多分ニヤニヤして、なんかね、間に合ったことばっかりして、なんか満足して終わっちゃいそうなんで、ちょっと花を添える意味でも、UK バンドというね、デラックスではおなじみとなりました、バンドから2名ほどね、ギターのゆきさん、トランペットのリオさんをお迎えしての、今のとこ5人です。多分もういいじゃないですか。あんまりね、これやりすぎると僕らむちゃくちゃになってしまって、即興っていうところがあるんで、なかなかね、まとまりきらなかったりしちゃう。はい、というわけで、それ8月24日また改めてきちんと告知はすると思いますけども、もしお時間よろしかったらね、あんまりこうヒデヤ君もなかなかこっちで見れなくなってしまったんで、せっかくやから遊びに来ていただけたらと思います。はい、ヨーズオーケストラ的にね、ちょっと今日のね、こんな感じのイメージで、宇宙編っていうアルバムがね、以前ありましたけども、それの最終あと1曲作って終わりたいなって言っていたところですね、とあるプラネタリウムまたちょっと詳しい情報は後々という感じなんですけども、ね、僕的には結構夢と言っても過言ではない。プラネタリウムの BGM っていうかな、コラボやかな、すごいっていうのをね、ちょっと一曲やってみようということになりまして、はい、それをもって、あちらのね、宇宙編のアルバムの方も追加コンテンツ、最終追加コンテンツをそれということで、そちらも完成ということで、なんかこれトムの状況に合わせてキリが良すぎる感じになっておりますが、まあちょっと言ってもらったらなかなかこうちょっと来てっていうのも難しくなっちゃうと思うんでね、という具合です。はい、そういうわけで、この後、あ、じゃあそうや、これほんまにルツボ的にというか108的にというニュースお知らせを少し、以前千秋ちゃんの前にね、受付をしてもらっていた、さやかちゃんね、顎のしっかりした感じの可愛らしい子でしたけども、この度いや、思い出せるかなと思って、この度めでたく、ね、第一子を募集させてもらったと思います。
はい、あとそのうち連れて遊びに来ますって言ってましたけども、まあ間に合うのかどうかみたいなところもあったりまあまあそういう機会も設けましょう。はい、そういうことで、この後本日、この後ブーバープーバールーバーのライブ、そして、僕たちヨーズオーケストラと、ジュニアベイベー本店ながら、そして、梶原氏、梶原君DHB からの2人のギタリストをゲストとしてお招きしてね、本日はあの1曲制作をしておりますので、そちらも含めて、ライブの方をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あ、綺麗。